はい。では、えー、っと、音読ですね。はい。ここから音読していきましょう。石からいきますかね。one, two, three. 石 stone. 馬 ,horse. ホース hose. 風 ,wind. 鳥 ,bird. うぐいす ,wobbler. 糸 ,thread. 自然 nature. 世界 world. 後ろ behind. トカゲ lizard. 色 color. 船体 body. ろうそく candle. 牛 cow. 普段 Usually 境界線、border もしくは borderline、もしくは line、ロンド、rondo、美しさ、beauty、猛烈、fierce、catch 捕まえる、gadget 小さな機械、装置。experience, 経験。air, 空気。rocky, 岩だらけの。monument, 記念碑。times, 時代。ridiculous, 馬鹿げた。atmosphere, 心強く読みます。atmosphere, 雰囲気。 purpose, 目的。t r i g e r 引き金。let, させる。make, させる。have, させる。もしくはしてもらう。こういうのを刺激っていうらしいです。get to, これもさせるです。ここに何かあります。get 誰それ、to〜〜〜のパターンになります。 force, 力 .cloth, 布 .close, 洋服。洋服です。はい、これ読めるこれ、close up じゃなくて close up って読みます。close up Close up は どういう意味かなわかるよね、大体ね。拙者。こっちの拙者かな。近くで写真なんか撮るのを c l o アップって言いますよね。これ読めますかルー o s ルースです。ルース。ルース。そうですね。弛緩した。緩んだって意味ね。それから、これは lose です失う。これは何でしょう ?lust。どういう意味か分かりますかはい。失うの過去形だね。失った。失った。<laughs> はい。key。これ、鍵ですね。 これ読めます。キーワード。そうだな。大切な言葉あるいは何かを説明する、えっと、簡単な単語キーワードにしましょう。キーワード。そのままでいいや。井戸、英語で何て言います ?well ですね。 緯度、この緯度は英語でなっています。latitude, latitude。何なんせは何て言うでしょうかこれはね、south by southwest って言います。south by southwest。信じる。これは believe ですよね。はい、しろ。 castle ブラスクなんて言うでしょう stroll と言います stroll じゃあこれ読んでみましょう I bumped into Hatano when I was strolling on the Ginza どういう意味かなわかりますか一緒に言っていこうねはい、私は私はえー、っと銀座を ぶらついていたとき、き、はたの。はたのにあった。はたのくんにあった。あ、ちょっと待って。ただあっただけじゃないね。バンプトインっていうのがあるもんね。はたのくんに出くわした。 えー、出くわした。出くわしたっていうのかなこんな感じ。はい。出くわした。うん。まあいいや、これでいきましょう。はい。